こんにちは、イマジンハート研究所の、ナオリンです。ちょっと YouTube のアップをですね結構サボってたんですけど、ちょっと忙しくてですね、今日ですね、今日はこれ2015年のですね、8月の22日の土曜日です。はい。日にちを明らかにすることがちょっと意味があるんでね。それでですね、この2つの、あれ、こうかな。2つのですね、ランチパックがあります。これ2つが何が違うかっていうことなんですけど、まあ、題名に書いてあるからわかるんですけど、まずですね、これはですね、今日買ってきたランチパックです。ちょっと見にくいかな。消費期限、15年の8月23日ってなってますね。で、製造年月日が15年の8月21日のものです。はい。で、今日買ってきました。たった今、9時頃ですね。イオングループのところで買ってきたんですけど、それともう一つはですね、これはですね、消費期限、こっちですね、消費期限、これがですね、14年の8月21日、製造年月日が14年の8月18日のものです。要するにこれが消費期限が切れてから、ちょうどですね、今日がまあ1年ということで、それでちょっと忙しかったんですけど、急遽ですね、ビデオ撮影始めました。はい。じゃあこれ何しゅ、あ、っていうかですね、1年前、ちょうど1年前なんですけど、今も話題がどうなってるかっていうのはリサーチしてないんでわかんないんですけど、ちょうど1年前に、ランチパックがですね、どうもカビないんじゃないかっていうこと、腐らないっていうことが、こう、Facebook なりネット上で話題になってたことがありまして、じゃあ、実際どうなるかと調べてみようということで、他のパンとかですね、自分で、まあ、卵サンドを作って比較したんですよ、去年ね。そして、まあ、ランチパックのやつ、やっぱり、カビ生えなかったんですけどね。そのブログは、まあ、下の方に、こう、ブログ、6回ぐらいのブログがあったんですけど、それの URL 下の、説明のところに載せておきますんで、そこも参考にしていただけるといいと思うんですけど、そこに、写真なんかも載ってて、経過が書いてあるんですね。どういう条件でっていうことね。その時にですね、まあ、一つは、このランチパックを開けてね、で、半分ぐらいに切って、こう、放置したものがあったんですね。それとは別にですね、こう開けずにですね、放置してたものがあるんですよ。で、結果的にランチパックのやつはカビ生えなかったんですけど、こっち放置したままですね、まあ、忘れ去られていたような状態だったんですけど、それを、まあ、どうなってるのかっていうのを、やろうやろうと言いながらですね、実は1年経ってしまいました。で、今日はちょうど、その、消費期限の1年目に、1年に当たるんで、ちょっと試してみたいと思います。まあ、これね、食べてみようと思ったんですけど、いろいろと、お友達とかがですね、反対されたりとかですね、お腹壊しちゃうとかね、いろいろ言われたんですけど、今もちょっとまだ、決意はこう固まってないんですけど、とりあえず開けてみますね。どうしようかな。まあ、
最初今日の買ってたのをちょっと開けてみましょう。こう今日のやつね、うん、こう2つ入ってますね、はい、2つ入ってて、まあ、2つこう開けてみますかね。あれ面白いですね、このか今日買ってきたんですけど、片方はまあ両面ふわふわなんですけれども、こうもう片方片面がなんかぺちゃんこなんですけど、まあその辺はよくわかんないですけど、まあこんな感じでね。じゃあこれこう切ってみますね、はい、こんな感じ、はい、中身ね、こうですね、こうちょっと開けてみようかな、はい、こうね、こんな感じね、ちょっと食べてみますねこれは勇気いらないですね、今日買ってきたやつですからね、食べます、はい、うん、まあランチパックです、卵サンド、うん、美味しいです、ふわふわでね、はい、ということで今日買ってきたやつはこんな感じで、うん、ちょっと口の中あれだ、コーヒー、うん、さて問題はですね、こういうふわふわで美味しいランチパックが1年経ったらどうなるかということなんですけど、これね、まあ、あの何度も言いますけど、2014年の8月21日が消費期限のやつ、ちょっと勇気がいるんですけど、まあ見るから見てですね、まあちょっとこう中身が染み出してるのが分かりましたね。じゃあちょっと開けてみますね、はい、開けてみました、ちょっと匂い変えましょう、うん、そうですね、うん、なんかちょっと違う、うん、卵の匂いが、まあ、ちょっと変わってますね、卵のいいこう匂いが、なんていうんですかな、臭くはないんだけど、なんて表現していいかな、なんだろうね、なんかね、あの工業的な匂いよくわかんないな、ね、機械油の匂い的な匂いになってます、ちょっと出してみますね、この2つ入ってますね、はいはい、うん、こんな感じ、こう周りがちょっと染み込んでますね、うん、ちょっと怖いですね、これちょっと半分に割ってみますね、どんななってるか、あ、柔らかさはね、柔らかさは、うん、ほとんど変わらないです、はい、切ってみました、中はどうなってるか、こうこれがこう、わかるかな、よくわかりにくいんだけど、そうですね、こう比較すると私の感想からすると、そうだな、卵の色がちょっと濃くなってる感じ、濃くなっててですね、あとパンがですね、やっぱコシがないというか、ちょっとあの粉って言うとおかしいんだろうな、なんか練り物状になってるような気がしますね。それでこのこの、卵サンドの具になんかへばりついてるような感じ、これ1年経つとこういう風になる、でもこれ見た感じはね、ほとんど変わらないですね、あちょっと違うな、違うのがですね、あ、卵の白身、ちょっとわかんないかな、これちょっとわかりにくいかな、これ白身の色、ん、白身の色がですね、ちょっとわかりにくいかな、うん、白身の色、こっちの上側がですね、こっち側が、あの強化したやつなんですけど、ちょっと微妙なんですけどね、黄色っぽくなってますね、なんか黄身の色が白身にちょっと染みてるようなっていう感じかな、こっちなんかはどうなんだ、あははは、こっちはもっと顕著だな、これね、これ分かりにくいかな、これはね、ちょっとね、うん、
これ白身が黄色くなってます完全に黄色くなって、これはなちょっと見にくいかもしれないんで、あとで写真で撮ろうかな。うん、で、うん、確かに、あ、これ白身なのかな黄身なのかな、よくわかんないな。なんかグズグズ状ですねプリプリ感がないちょっと手ちょっと、多分白身だと思うんですけど、白身がなんていうんですかね、寒天状、なんていうの、ゼリーのプリプリ感からですね、このあの白身、今日買ったやつ、白身ってプリプリしてますよね。そのプリプリ感がなくなってグズグズ感になってるという感じがしますね。このうん、ちょっと白身だったんだと思うんだけど、わかんないな、黄身だったのかな黄身だったのか白身だったのかがわからない状態、うん、あわからないですね。 これ白身なんです。こっちの白身はですね、えらい弾力性というよりは、なんて言ったらいいのかな、こう表現がしにくいんですけど、ブヨブヨ、ブヨブヨですねブヨブヨコツコツとかちょっと言いようがないんで困ってしまうな表現のしようがない。よくちょっと見てみますね、これ、はい、こんな感じですね。油、うん、そう、油ですね、油、なんか油になっちゃったっていう感じ。ちょっとちょい目はね結構ねいいんですけど、中をこうかき回してみますとね、やっぱこれ多分、あ、グズグズ、これ白身の残骸だろうな多分なちょっと怖いなこれ、うん、どうしようかあ、食べてみようか興味があるからね食べてみたいんだけど、ちょっとこれ勇気がいるな、どうしようかな、ちょっとね、あの勇気がいるんで、この無難なこう、このパンだ、パンの部分、パン腰がないですね、うん、腰がない、繊維がなくなってる感じ、こうし、なんだこれ、新しいやつね今日、これこう裂けるような感じなんですけど、こうなんていうんですかね、あの繊維質があるよっていう風にアピールした感じなんですけど、こっちはなんていうの、ほとんど繊維質がない状態ですね、グズグズと崩れ落ちたもの、これちょっと食べてみますねここはちょっとあんまり勇気いらないかもしれない、ちょっと食べてみます。うん、別に味がないです、うん、味がないっていうよりも食べてみて、うん、パンの、あ、噛み締めるとパンの味がしてきますね。ちょっとこっちの新しい方、うん、新しいの方がどちらかというとパサパサした感じがしますね。パサパサって言うとおかしいんだけど、ふわふわというかさらっとした感じで、1年経ったパンはですね、ドロッとしたっていう表現がいいかな、なんだろう、こうな、水に浸して揚げたようなパンというかですね、こう蒸した感じ、そうですね、パンじゃなくてですね、肉まんをふかして、それが冷めた時の肉まん、そんな感じかな。ちょっとあの水気が多いような感じね、うん、そんな感想ですけど、味そのものはそんな変わんないかもしれないですね。食感がやっぱり違いますね。ということでちょっと怖いんですけど、
これちょっとだけ食べてみるね。ちょっと勇気がないです。このくらいからちょっと食べてみますね。ちょっとためらい気がするんですけどね、これ。うん。ちょっと舐めてみたんですけど、あんまり味ないな。かなりまずいです。あのね、あ、ちょっと出しちゃった。あ、ダメ。あ、これ食べない方がいいです。あのね、はっきり言って何ですか、油、あのマーガリンみたい、マーガリンが腐っちゃったじゃないけど、古くなった、ま、古くマーガリンってあんまり食べたことないですけど、なんかマーガリンが古くなって油臭くなったらこんなになるんじゃないかっていう味ですね。なんでちょっとね、ザ、もう食べたくないんで食べたくないんですけど、なんとなくね、あの卵のきめ細かさじゃなくてザラザラしたような舌触りね、なんか分離したっていうのかな。例えばあのチョコレートなんか滑らかですね。あのチョコレートは油なんですけれども、こう新しいチョコレートは口の中で溶けてとろっとした感じ、それがあのこう古くなって、あの砂糖とかですね、砂糖とかあのミルクなんかが分離したものがあるんですけど、それなんかはどちらかというとあの滑らかじゃなくてザラザラした感じ、なんかこう油が新しい時の油がこうとろっと全体に満ちてるんですけど、やっぱ古くなると油がなんていうんだろう、粒状っていうのかな、なんていうんだろう、なんか塊状みたいな形のがこう寄せ集まってる、要するにキメが粗くなった感じ、そんな感じですね。ちょっとこれまあ食べられたら、美味しかったらまあ全部食べてしまおうかと思ったんですけど、とてもじゃないけどやっぱりまずいです。なんか油臭くてですね、なんか食感が滑らかじゃなくてちょっとザラザラ感があって、で卵の自体がプリプリというかグズグズした感じで、これはちょっと食べられないですね。なのでこれはこのまま処分いたします。まあちょっと細かいところ、さっきみたいにこう黄色くなった白身のところとかね、あの後で写真を撮ってみようと思いますけど、はい、こんな感じでですね、まあやっぱりですね、ランチパックは新しいものを食べてください。あ、そうか、そう。ちょっと一旦休憩します。それあのまあランチパックどうなってるかっていうのを今食べてみたりとかしてレポートしたんですけど、まあ僕としてはですね、それで終わってしまったらただのパフォーマンスなつまらないんで、ちょっとお勉強ということでですね、ちょっとあのこんなアナログの式も、ホワイトボードを用意してみたんですけど、去年結局ランチパックで問題なす、あの話題になったのはランチパックのあのがカビないということが問題だったんですけど、じゃあカビが生える条件って何だろうって、これ全部じゃないかもしれないんですけど、まず一般的なものとしてですね、考えてもらいたいと思うんですけど、まあ科学というかですね、生物というかそういうあの勉強ですね。まずですね、カビが生えるわけですから、カビがいなくちゃいけない、要するにカビの菌があるということです。でランチパックがあのカビないとしたらですね、まず一つ考えられるのは、要するに工場が清潔でカビがこのパックの中にね、一つも紛れ込んでないということが考えられますね。カビがなければカビは生えないんですよ。
カビの菌ね、それは当たり前のことでね、それはなんか喉がなんかイガラっぽい気がするんですか、さっきのがあれかな、なんか変だな喉がちょっとおかしいですけど、まあ気にしないで、あのカビの菌がなければですね、絶対にカビは生えません。はい、まあカビじゃなくてもあの腐敗で腐るっていうことは何らかのバイ菌細菌がいるわけですから、それがなければ腐ることもありません。はい、まずその菌がいない、いるっていうことがまず第一条件ですね。あとカビとかですね、あのそういうのは、あ、細菌ですね、それはあの生き物生物なんで、生物はあの養分が必要なんですね。ですからカビの菌があっても養分がないと、カビは成長しません。ですからカビの、あ、のがないね、栄養分があるっていうことがまず条件、2つ目の条件ね。それとですね、カビも人間と同じように生物なんで、あの水ね、水分が必要です。カビは結構たくさん水分必要としますので、湿気があるということが条件ですね。ですから乾燥した例えば砂漠とかですね、そういうところではカビは生えません。カラカラになってね、カビの菌があっても、栄養分があっても、まあ、カラカラになって生えないということですね。それともう一つ、酸素があるということですね。生物なんで、まあ、酸素を必要としない生物も、まあ、地球上に確かあるとは思ったんですけど、カビに関して言えば酸素はどうしても必要です。ですから酸素がないとカビは生きられません。ですからこの宇宙とかですね、そういうところではカビは生えないですね。湿気もまずないし酸素もないですから、カビの菌がいても、栄養素があっても宇宙ではカビは生えません。宇宙の真空状態ではね、はい、そういう条件があります。それで、まあ、酸素があるっていう、例えばこれパックの中に空気みたいに入ってますよね。ただこれ空気とは限らないんですけれども、僕は山崎の人知らないんで、こうどういうものを入れてるかわからないんですけど、例えばよくあるのはですね、窒素ですね。空気はほとんど窒素と酸素、酸素が地球上では確か 5% ぐらいですかね。その後のほとんどが窒素でできてるんですけど、その窒素で窒素を入れてしまうというね。で、窒素っていうのは不活性な成分なんで、あんまりいろんな反応して他の物質に変わらないっていう特性があるんですね。不活性元素っていうのかな、アルゴンとかですね、そういった類も、僕は化学とかあんまり得意じゃないんですけど、そういうのはこうあんまり変化しないんですよ。例えば酸素は、水素と結びつきやすいですから、酸素は水素と結びついてすぐ水に変わってしまいますね。ところが窒素っていうのは不活性なんであまり変化しないんですよ。その変化しない物質でこう覆ってしまう、中へ封印してしまう、その時に酸素を入れなければ結局この酸素があるという条件を満たさないんでカビは生えないんですね。はい、これがね、一般的なカビの生える条件。ただネット上で言われてたのはもう一つの条件なんですけど、要するにカビを生えないために、例えば抗菌剤っていう薬物ですね、抗生物質とか、まあ、こう怪我した時なんか細菌に侵されないように抗生物質っていうものを飲んだりとかですね、つけたりするんですけど、そういった類のもの抗生物質は、まあ薬なんですけど、まあ、ものによっては
体に悪いものも、あの、体に悪い、抗生物質というかですね、あの、まあ、カビを生やさないためのなそういう薬類っていうのは確かにあるんですね。だからランチパックにそういうのが使われてるっていうことが、まあ、大々的に言われてたんですけど、それは私ちょっとよくわかりません。まあ、そういう抗生物質なんかは効きますからね。だからカビの生えてるところに抗生物質入れるとカビが死んじゃいますからね。例えばわさびとかそういうのも、あの、抗菌効果があったりとかしますんで、そういうものがカビに近くにあると、まあ、カビが死滅すると、そういった、まあ、カビにとってはネガティブな、あの、要因ね、カビにとっての毒、まあ、それが人間にとっての毒になるかもしれないということは確かにあるんですけど、その辺に関しては、まあ、よくこう、まあ、パンに含まれているとかいろいろありましたけれども、その辺は私の範疇ではないんで、その辺はまあそういう人たちに任せておけばいいんですけれども、私はまあ一般的な、カビが生える条件というか、これプラス抗菌剤がないっていうかね、そういうカビにとっての毒になるものがないっていうことが条件です。はい。で、じゃあランチパックがなんで生えなかったのかっていうのは、まあ、山崎パクさんが、言ってくれるか、他の人が調べてくれればいいことなんで、私はそれまで、タッチしないんですけれども、まあ、こういう条件が揃わないと、カビは生えないですよ、ということですね。まあ、今見て、油っぽくなる条件はちょっとよくわからないですけど、またそういう油自体もね、まあ、変化する、特性を持っていると思いますんでね、そういう形でいろいろ物質がどん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 変化したんだと思います。はい、まあ、こんなところかな。そうですね、まあブログ、ブログ、さっきの、あの、去年のブログもそうなんですけど、いろいろと今回のやつもちょっとブログで、まあ、写真をね撮って載せておきますんで、この辺を見てください。まあ、そういう勉強も兼ねてですね、いろんな、あの、研究、僕、私、実験とか研究大好きなんで、そういう報告も含めてね、アップしようと思ってますんで、登録、チャンネル登録、よろしくお願いします。まあ、ちょっと、あの、暑かったりとかですね、して、まあ、いろんな忙しくてですね、サボってしまったんですけど、またちょこちょこと、レポートをやろうと思ってますんで、登録、お願いします。してください。はい。どうも、イマジンハート研究所のナオリンでした。はい。どうもありがとうございました。失礼します。